皆さんこんにちは、ノスタルゲームのアトリエへようこそ。今回はスターフォックス64、こちらのゲームを解説プレイしていきます。このゲームは最初のステージからラスボスまで途中一切セーブすることのできないノンストップシューティングアクションということで、一気にラスボスまでプレイしていきます。前回の動画はなかったことにしましょう。半分嘘です。物語のあらすじなどは前回の動画を見てください。早速まずは最初のステージ、宇宙平和の要、惑星コーネリア。平和の要ですが、すでに火でありさまです。世は戦争真っ只中。ただここは最初なだけあって、敵が非常に弱く、アーウィンの操作方法を身につけていればそうそうやられません。ですがカエルのスリッピーは、やべえ、サンキューフォックス、もうダメかと思ったよ。フライトして1分も経たないうちにもうダメかと思ってます。お前をうちのチームに入れておくのがもうダメかもしれないわ。なことなく、このスリッピー・トードはメカニック、機械を扱う技術者であり、無能なわけではありません。技術者も前線に出ないとやっていけない遊撃隊スター・フォックス、ひいては主人公フォックス・マクラウドに問題があると言える。また鳥のファルコ・ランバルディは、フォックス、俺が前に出る、後ろのやつを頼む。こんな風に言った直後に、調子が変だ、思い通りに操れねえ、フォックス、早く後ろのハエを追い払う。撃墜されてしまいました。なお彼はうちのエースパイロットです。ダメじゃこりゃ。ただ普段は CPU の中では一番活躍してくれ、この場面は確定演出でファルコがピンチに陥ります。なので彼がやられる前に敵を殲滅すると、このように助けることが可能です。これは借りにしとくぜ。さらにこの辺りにあるアーチを全てくぐることで、うまいもんだな、フォックス、フォックス、俺の後ろについてこい。ファルコが別ルートを見つけ出します。待てファルコ、どこに行く。獲物を見つけた、足でまといになるなよ。こいつ何にも反省してません。手のかかる集団です。このようにこのゲームでは一つのステージに分岐ルートがある場合が多く、ボスも変わったりします。これによりクリアした後に進むステージが変えられる本作では重要なところ。スターフォックスだ、そうだったのか。ということで次のステージ、前回は隕石が集まっているメテオという場所でしたが、今回はセクター Y です。セクター Y では我が軍は苦戦している。どこでも彼らの軍は苦戦しています。ここだけは苦戦しているんだみたいなチャチなプライドは捨てなさい。このステージではどう見てもモビルスーツが出てきます。これを影響を受けていませんというのは無理があるでしょう。青いやつも出てくる。なおちゃんと速い赤いやつも出てきます。もう確信犯です。気をつけろ。ここは割と広々としていて動きやすい隠しステージであり、高難易度ステージとも呼ばれてるみたいですが、メテオの方が動ける範囲が狭く難しかった印象。スリッピーは、敵がいる、釣れたって無駄だよ、オイラから逃げようなんて甘いよ。こんな調子でいきり倒していますが、来るな来るな、こういう男です。当てにならん。ただこのステージにも分岐イベントというか条件があり、それは敵を100機以上撃墜すること。これはなかなか難しい。ボムを撃ち大群をうまく一掃して稼ごうともしましたが、ボムを自爆以外で当てるのも練習が必要そう。詳しくはまた後で。お前の腕前ってのはその程度か。そしてここに出てくるボスは、今までのとは違うよ、青いモビルスーツと黄色っぽいモビルスーツ2体同時。それらを倒すと、黙れ、調子に乗るなよ。ついにガンダムが出てきました。敵の総帥ドクター・アンドルフはガンダムの開発を進めていた模様。なお先のモビルスーツやこのガンダムですが大して強くはありません。しかしこの広々としたフィールドを刺して大きくないこいつらが飛び回り、こちらはそれを追いかけないといけない。向こうから向かってくることはあまりなく、銃をピコピコ撃ってばっかりなので一向に拉致が開かないことが往々にしてあります。データをよく見るんだ、フォックス、
レーダーもあるのですが、やつらは上下縦にも移動するので、そう簡単には捉えられない。てか暗いので敵が見つけづらいんです。こちらから行くぞ。さっさと今回。なお別に近くには来ません。おまけにちょこまかとは動き回るので、しょっちゅう方向転換しないといけない羽目に遭う。うろちょろしやがって。まさにこの一言につきます。ただガンダムはあんまり手こずっていると、お前らなんぞはこの上からで十分だわ、こんなこと言ってナメプしてくれる。倒すと次のステージへ。生意気だよ。今度はカタリナという星。カタリナの前線基地が敵と交戦中だ。援護してやってくれ。今回は苦戦しているとは言いませんでしたが、援護は必要です。そして艦隊、援軍が来るまでもう答えるんだ。やっぱり大苦戦してました。またこのビルという男はフォックスの友人になります。来てくれたのかフォックス。ビル、ビルなのか。先ぶりだな。フォックス、話は後からだ。なお誤射すると、お前とは絶好だ。縁を切られました。ただまあ一緒に戦うことになる。このステージは開始からオールレンジモードで始まり、ハエのように群がる敵機を片っ端から潰していきます。よって非常に味方も誤射しやすい。今撃ったのはホックだ。この乱戦状況なら黙ってりゃバレないので黙っとこう。敵機撃墜。そしてしばらくすると、敵巨大円盤接近。空中から巨大円盤が姿を現し、ハエも追加されました。団体さんのお出ましだぜ。電気、敵の下に潜り、地方のハッチを狙え。ビルの言う通り、円盤下にあるハッチを破壊しなければなりませんが、まだハッチが開いてないので攻撃することはできない。まだまだだ。なのでハエを叩く。敵を100機撃墜するとこちらの残機が1増えるので、張り切って落としていく。そしてまたしばらくするとハッチが開き、ここで円盤に攻撃を仕掛けます。ボムも発射。敵機撃墜。地方のハッチ全てを破壊すると、巨大なエネルギー反応確認。敵円盤のコア出現。電気、攻撃体系を取れ。コアが出現しますが制限時間も出てきます。ただこのコアは常にむき出しの状態なため、時間内に壊すことは難しくありません。やったぞ。巨大円盤を落とすことに成功。ここコーネリア軍前線基地ですが、これが落ちてきたらシャレにならんと思います。ただいつもの大爆発は起こしていないようなので、多分大丈夫でしょう。任務完了。ビルとはここで別れ、お前もなビル。フォックスたちはソーラという真っ赤に光る星へ。そこは灼熱地獄だ。アウィンの機体では心配だ。無茶をするなフォックス。頭を冷やしていきますよ。頭冷えてる人の思考じゃありません。誰か彼を止めてください。タイトルから絶対絶命です。ここは暑さで常にフィールドダメージを受けてしまう。さすがのアウィンも持たねえかもな。アウィンの表面温度は9000まで保証するよ。表面温度9000度まで大丈夫。マグマは1000度前後なので中に突っ込んでも余裕で大丈夫。なお太陽も表面温度が6000度なので全然大丈夫でもなく、太陽にはコロナというプラズマ状の大気が広がっていて、そいつが100万度なので太陽に触れる前に消滅します。マグマも熱気にやられるのか、それはよく分かりませんでした。またビルが火星に来てくれます。アイテムをくれる。なるなよ。行くぞ。そしてトップ、燃え尽きるなよ。その言葉を最後にビルは姿を消しました。もう二度と現れない。彼は燃え尽きた模様。こちらも常時ダメージを受けているので、シルバーディングで回復しながら進む。特に溶岩を破壊すると高確率でディングが出てきます。なおマグマの近く、要は低空飛行すればするほど HP の減りが速くなる。さあこのマグマのステージのボスは溶岩魔人、カマキリみたいだが、こいつを倒すためにはまず両方の鎌を破壊しなければならない。
常時ダメージを受けるのは変わらずですが、溶岩を吐くのでリングは確保できる。ただ場合によっては大丈夫かい、ボックス。遅延行為でこちらを殺してきます。両方の鎌を破壊すれば頭にダメージが入るようになる。今スーパー遅延タイムです。あとは倒すだけ。よく回復アイテム出すし、動きも呪いのでぶっちゃけ弱いです。敵が喋らないので影も薄い。次行きましょう。今度は敵のベノム軍補給基地マクベス。なるほど、敵の軍事基地を叩こうというのだな。さすがはホックス。線路は続くよどこまでも。というわけで、ここではランドマスターという戦車に乗って陸を走りステージを進みます。今回は補給物資を乗せた基地へ向かう列車を破壊することが目的になる。うっとうしいハイエナどもめ。列車は岩なんかも転がしてくる。なんでそんなもん積んでんだ。燃料か爆弾か何かでしょうか。爆発してるし。ずいぶん舐められてるんだ。また空にも敵がいるので地上から狙撃していく。ランドマスターは無論飛べませんが、ホバリングくらいはできたりします。後半からはこの先のポイントを切り替えろ。まず8本の安全装置を撃ってロックの解除だ。ミッションが与えられました。まずは安全装置の解除。安全装置とはこれのことで、下に番号が書かれてます。上の部分を撃てば押すことができる。ただこのゲームは後ろへ戻ることができないので、撃ち逃すともう取り返しがつかなくなる。今回はダメでした。てか線路を挟んで左右にあったりするので、場所をあらかじめ把握してないと厳しいです。お前たちボスはこの宙に浮いてるマシン。攻撃は空から柱をフィールドに植え付けてくる他に、空中からこちらへ掴みかかる。後ろのやつを頼む。ヘッピー、自分の心配ばっかすんな。このボスにも地上から狙撃して倒すことになります。何をしとる。早く。やかましい。ただ敵を攻撃することに意識しすぎると捕まってしまう。ランドマスターはアーウィンに比べると俊敏性に難があります。だが列車本体を攻撃すればマシンが狂い出しました。さらに攻撃を重ねたことで掴むアームの部分を破壊。ですが爆弾を落としてきたり、ビームを出してきたりと攻撃は多種多彩。列車の方も道に障害物を出してきたりして、このボスはなかなか苦戦しました。ただ後に全く苦戦しなくなります。それは後から話すとして、倒すと撃ち落とし、列車もろとも爆破しました。後ろのやつを頼む。やかましいわ。さて続いては敵の本拠地ベノムの手前ボルスになりますが、ここで一旦別ルートを紹介します。前回言ったメテオからスタート。ここは分岐のセクター Y と比べて狭い。正確にはごちゃごちゃ敵や障害物がある場合が多く、動ける範囲が狭いです。さらにここには主の嫌いな敵がいる。レインボーフライと呼んでいます。倒せるときはすんなり倒せるが、あのレインボーウェーブを確実にかわす術をまだ見つけられてない。またここの分岐ルートはこのワープリングをすべてくぐることです。一つくぐるだけではワープできません。ボスについては前回触れたので割愛。悪いな、先を急いでるんだ。そういうこと。動画が長くなるので尺がもったいない。お次も前回訪れたフィチナ。ただ今回は基地を爆破させずにクリアしてみせます。そのためにはこのスターウルフを撃墜しなければならない。倒す三段としてはまずレーダーを見て、仲間を襲っている敵の後ろからボムを使い一気に襲いかかる。要はおとり作戦。逃がさんぞ。アンドル・ウォッタン。弾を当てるとふらつくので一気に畳みかければ素早く倒せる。まずはアンドリーを撃墜しました。次はファルコを襲っているやつ。敵撃墜。当てたが逃したが、
なおこちらの仲間とそれを襲う敵のメンバーはある程度固定で、ファルコはレオンが狙ってきます。で親父が待ってるそれ。また逃したが、すぐにレオンも落としました。この私がまたこいつらを倒すためのテクニックとして宙返りも非常に有効。攻めてくる相手の後ろへすかさず回り、こちらが撃つ。ボム命中、集中砲火します。向こうも宙返りしましたが、こちらも宙返り、再び後ろへつく。チャージ弾命中、追撃を緩めずに落としました。誰かわからんかったが多分ピグマ。残りは1匹、リーダーのウルフ。こちらはまだ仲間も残っています。制限時間も十分にある。レーダーを見ると後ろからつけられているので宙返り。見つけました。追いつけない。ならば今度はあえて距離を開かせ U ターンし、正面からぶつかります。当てた。しかし倒しきれてない。時間がなくなってきた。さらに敵がステージの端に寄ってる。ガン逃げするつもりか。恥を知れ。うまいこと言った。お前かい。私の賞金が燃えよ。ラスト一気になったらガン逃げしそうなやつです。スターウルフを全滅させると、その時点で解除に向かってくれるので、これで任務完了です。これから一作業でもあればアウトでした。続いての星はセクター X。 星じゃないか。本当は任務を完了、つまり撃退に成功すれば先ほどのソーラへ行けるようになるのですが、進路を変えました。任務を完了し、隠しルートを出した時のみ通常ルートへ進路を変えられます。任務を完了してない時は任務終了と出る。さてセクター Y に続き X ということで、ステージ背景は似たような形。敵地に侵入し、敵の新兵器を破壊する。宇宙に浮かぶ敵基地を破壊していきます。ただすでにボロボロじゃねえか。俺たちの前に誰が。またここはセクター Y よりメテオ寄りなステージで、後半になるにつれ動ける範囲が狭まっていきます。レインボーファイも登場。こいつは耐久力が高めなのでレーザー光線を連打しないと倒せないのですが、ちょろちょろ動く上に小さいため、なかなか狙いが定まらないことも。ここからさらに狭まってくる。また道が多少分かれてもいて、裏口みたいなところからも進むことができます。そしてこのステージもメテオ同様にワープゾーンがある。前方にワープ装置らしいゲートを発見した。ワープゾーンはこの四角いパネルのようなやつで、撃ってこじ開けますが簡単には開かない。何度も挑戦しますが扉が硬い。それ以前に周りの敵が妨害攻撃してくるのもあって難易度が高い。さらに開けなきゃいけないワープゾーンは一つではありません。どの場所でも大体邪魔が入ってきます。あからさまな悪意を感じる。最後の一つは邪魔入らなかったが、この通り開けるにはかなりの弾数が必要です。レーザー光線を強化パーツで出力を上げてもご覧のありさま。しかしこの強化パーツ、これは2つ取ると最大出力ハイパーレーザーに変わるので、これを持ってすればどうだ。間一発開いた。ただここから第二の関門、減速しながらなんとか弾数多く打ち込むがダメだった。なんでやねん。多分最初の方がヒットに入ってないか。いずれにしてもシビアです。今度は開いたが、もちろん全部成功させないとダメ。メテオの方もワープリングに入るとブレーキが効かなくなり、それどころかどんどん速度が増していく仕様で、全てのワープリングに入るのは簡単ではない。このワープ系はどちらも他のステージの分岐ミッションより難しい印象。しかしここでは助っ人がいます。ゲートを開ける、援護してくれ。ビル、無事だったのか。当たり前だ、幽霊じゃないぜ。カタリナを経由してここに来ればビルが駆けつけてくれる。ソーラとの分岐なので、こちらはビルが燃え尽きて死ななかった世界線。ビルがゲートを打ってくれるから開きやすくなってます。一人なら絶対ダメだった。今度はいい打ち出し。お前とは絶好。かまってられん。よし、あと一つ。てかビルをよく見たら HP の表示がなかった。残念ながら彼幽霊でしたと思って調べてみたら、カタリナの頃からなかった。幽霊ではなかった。それかカタリナの頃から幽霊か。ワープに成功。ス
ターウォーズみたくワープします。しかしたどり着いた先はどこの星でしょうか。ここはこれがこの星の住人たちです。割とホラーです。さらにこのオブジェにぶつかるとちゃんとダメージ、なんかめっちゃ過酷なとこ飛ばされています。黄泉の国にワープしましたか。最後は翼まで片方折れてしまい、本当に黄泉の国へ行きかけましたが、作戦完了。任務じゃなくて作戦だったか。そしてワープした先が、さっきの空間は本当何だったんだ。こちらはセクター Z になります。セクター X では通常ルートと隠しルートが別にあり、このワープルートはかなりの長距離移動、大幅な軌道修正になります。ここでは触れませんが少々重要になってくる。どっちだ。さあ戻りまして、こいつはボス後ろだ。セクター X でのボスはこちら。こいつが新型兵器か。噂の新兵器が登場。新型感はありません。 AI の質も低そうです。ロボットが言葉を話しているだけ高性能なのか。ただこの語彙力なら喋っても喋らんでも変わらん。こいつはこのように砲腕を振って攻撃してくる他に、指で挑発機能も搭載されています。さすが最新型。お前らの敵だ。いって。さらにロケットパンチまで可能。どこだ。こいつ何言ってるんだ。フォックス、いい煽り。ここで新兵器を開発しているとペパー将軍が言っていましたが、ステージがボロボロであったことからも分かる通り、こいつが暴走したことによって開発は頓挫。セクター X の敵基地は廃墟のように放置されているとのことでした。こいつに攻撃できるのは目だけで、攻めていると向こうの攻撃をもらいやすい。溶岩魔人と違い、攻撃体制に入ってからの手が早いように見える。てか敵との距離が近いのか。ですが新兵器もスクラップにしました。何？ほんと煽ってきます。破壊せよ破壊せよ。何が破壊せよだ。完全に狂ってやがる。オイラに任せな。これほど任せて安心感のないやつも他にいないでしょう。案の定マシンに煽られながら、スリッピーは銀河の彼方へぶっ飛ばされました。今までありがとう。さあこいつにもとどめを刺し破壊しなければなりませんが、弱点は引き続き目が合った場所。視界良好言ってますが目がもう見えていないようで、がむしゃらに攻撃してきます。ちなみに速攻で破壊すればスリッピーが飛ばされる前に片付けることも可能で、その場合助けられます。アーウィンの両翼が破壊された。私を完成させなさい。少し物悲しさがあります。しかし破壊しました。フォックスたちは吹き飛ばされたスリッピーが信号を出しているという惑星タイタニアへ向かうことに。そんな惑星に何の用がある。危険な目に遭うだけだぞ。スリッピーを見捨てるわけにはいきません。ペパー将軍は暗に見捨てていけと思ってそう。空と陸からスリッピーを探すため、今回はフォックスのみアーウィンではなくランドマスターを走らせます。発進。戦車の方がお似合いだぜ。今度はお前が乗れよマルコ。遠慮しとくぜ。この通り化け物を倒しながら砂漠を進んでいく。このステージには分岐ルートはなく、ただスリッピーを探し出すことが目標です。ただこんな星に落ちてたら、あのカエルはもう干からびて死んでいるでしょう。またここには地雷がたくさん埋まっており、当たると結構なダメージを受けます。他にもレーザー光線や倒れてくるビル群などダメージ要素が多彩。敵の仕掛けてくる位置も感知しづらいためか、同じランドマスターステージ、マクベスよりもダメージを受けやすい印象です。まあマクベスはとある理由でたくさん通うことになったため、慣れたところも大きいのかもしれませんが。そしてやられるよ。こっちもやられるよ。リッピーか。カエル生きてました。大した生命力だ。こちらに向かう。奥へ行くとスリッピー。
ロックス、やっぱり助けに来てくれたね。スリッピーがいました。なんかに引っかかっているようです。こちらが引っかかった。ボケガエル裏切ったか貴様ではなく、捕まっているようなのでボス戦になります。うわー、ボックス。地中にスリッピーは消えましたが、出てきました。面白そうなこと知ってるじゃねえか。この砂漠に住む生物か、アンドルフの作り出した兵器か、微妙なラインの敵、両方かな。顔に攻撃しても効果はない。スリッピー、何をしている、早く封鎖しろ。ハサミが弱点みたいですが、積極的に振り下ろしてくるので、こちらは攻めつつ回避が必要。このままじゃ無理だよ。ハサミを両方とももぐと、スリッピーが解放されます。助かった。なんか着火し、お前は全回復してる。分析完了、お兄さんに表示するよ。分析せんでいいから回復アイテムをください。もう生きてるのが不思議なくらい追い詰められてます。ただちゃんと死にました。リトライ、今度は HP 多く残してこれたのでいけるでしょう。そして両方のハサミを破壊すれば顔にダメージを与えられる。与えられない。おそらく顔の後ろにあるコアのようなところが弱点です。一応キプレイですが、7割方忘れちゃってます。ビンゴでした。ただ少しするとハサミが復活しましたが、ボムで一気に消し飛ばした。あとはコアをひたすら撃ち倒しました。スリッピーを無事に取り戻した一行は、ベノムの手前、ボルスに到着。このようにルートこそ違えど同じところに行き着く。ここはベノム軍最後の砦。全機、敵のバリアを破壊するぞ。このように中心部にはバリアが張られています。6本のエネルギータワーを狙うんだ。ペッピーの言う通り、バリアの外側に電撃でつながっているタワーを全て破壊すればバリアを解除できます。しかしここ強風が吹いているかのように機体が流されてしまう。まだまだだ。アイテムも流される。操作が一筋縄ではいきません。ですが、ブーストを使えば少しずつだが進むことができるので、遠距離から破壊。まだか、ほっ。まだかじゃねえよ、あんたも怖さんかい。なお電撃に触れると当然ダメージを受けます。リレーをしてやるぜ。しかし全てのタワーを破壊し、バリアが外れるぞ。バリアが解除されました。どうやらこれで終わりじゃなさそうだな。敵が出てきます。オイラだよ、ボックス。さらに、遊びは終わりだ、ザ・ボックス。たっぷりいたぶってから料理してやる。地獄で親父が待ってるぞ。やピグマ、セリフがウルフの丸パクリです。ウルフ、それともお前がパクったのか。スターウルフまでやってくる始末。何、スターウルフか、こんな時に。当然戦わなくてはならない。敵のコアが出現したぞ。ということも実はなく、この現れたコアさえ破壊すれば無視して先に進むことが可能です。そうやって親父さんも助けてくれたい。なら息子のフォックスはペッピー、あんたが助ける側だと思いませんか。防衛衛星のコアを破壊するんだ。彼とスリッピーは敵によく後ろを取られてピーピー言ってるイメージが強いです。なおファルコは死んじゃいました。まあ来た時から HP 少なかったから仕方ない。ペッピーも死んじゃいました。親子2代で助けてきたのに何してんだか。ボケガエルも死んじゃった。チームスターボックス解散。まあ戦線から離脱しただけだが、向こうはまだ全員ピンピンしてます。ですが宙返りをうまく使い攻撃をかわし、しっかりと反撃。取っておいたステージ障害物からリングを掘り出し回復。とにかくちょこまかと宙返りし、チビチビ攻撃を入れていく作戦。フットワークを使い、アンドル様のために1人で4人を泥沼にはめます。そしてまずは1人撃破。アンドル撃ったー。補給パーツが届いたので取りに行く。シルバーですが、星型リング、これは HP 大回復効果があります。あのアンドリューがチームスターウルフの中で一番ひよっこです。敵側のボスの老いなので骨でチームに入ってます。
敵もすり減ってきてるので、このまま形勢逆転か。調子に乗るなよ。敵の弾が近いところで吠えたところで宙返り、一気に2機沈めました。やられるとは。最後はまたピグマか。なお気づいた方もいると思いますが、ここボルスではフィチナに立ち寄った場合、倒し損ねたスターウルフのメンバーと戦うことになります。主はフィチナでは全員倒したので、本来ここには出てきません。ただまあせっかくなのでテイクを変えて呼び出しました。ここは時間制限もないため、時間かければ倒すことはさして難しくない。その首もらったで、賞金はいただきや。無視もできるが、フィチナで倒せなかった人への憂さ晴らし用かもしれない。まあただの邪魔役でしょう。ですが見事一人で全員倒しました。私の賞金は無用。コアを破壊するとついに敵の本拠地ベノムへ。ベノムでは開始直後から敵の大軍団に出迎えられ、勝負はこれからだ。ダルと俺たちの違いを見せてやるぜ。ボスのアンドルフからも通信が入ります。お前に私を倒すことはできない。先へ進むと、なんだあれは。ピラミッドのようなものの中に入り、アンドルフではなくゴーレムと戦闘になります。前座です。こいつは常時逃げるように走っていますが、横から壁が突き出てきてこちらの進行を妨害したり、地響きを起こし盾にも攻撃してきます。なおゴーレムに見えますが、中は機械で、岩の部分を全て破壊するとコアが光り、ここを破壊すれば倒せます。しっかりしろよ。落ち着いてやれば被弾せずに倒せるくらいに弱い。まあ前座なので。ここからはもうアンドルフとの一騎打ちならぬ一騎打ち、フォックス一人で奴の元へ突き進みます。待っていたぞ、スター。この宇宙を支配するのは偉大な頭脳を持つ私。私に逆らうことがいかに無駄なことである。長々喋ってる間にアイテムをフル装備。負ける気がしません。実際そうでもない。さあアンドルフが現れた。顔と手だけです。ヘッドメイマーリオをどこか彷彿とさせます。このゲーム知ってる人には大体通じるはず。アンドルフの攻撃はこのように手をブンブン振り回したりだけでなく、吸い込みを使用。マリオではなくカービィでした。逃れようとしますが、勢いが強くて簡単には逃れられない。岩にぶつかって飲み込まれました。食べられると吐き出され、ダメージの他に翼が全部なくなった。おそらくかなり高い確率か確定で翼が食われます。こうなるとレーザー光線が初期に戻るほか、機動力が大幅に下がる。結局初回は攻略方法が分からず、また飲み込まれる。ただ目を攻撃しているとひるみました。さらに手にも攻撃が通っていたのを見逃さなかったため、反撃開始直後にひるみが解けた。ビームで撃ち落とされました。やっぱカービィだ。よし、目に当たった。ですが攻略方法はもうお分かり。目に攻撃を入れて、ひるんだら手に攻撃。これを繰り返すとやがて手が壊れます。両手とも破壊すれば、あとは顔を攻撃していれば倒せるでしょう。また吸い込まれる。外に外に逃げようとしているのですが難しい。また翼がなくなっちゃいました。また吸い込んできた。ボム発射。そういえばこんなだった。調べたところ一応逃げることもできなくはないみたいです。ただ倒しました。まだ終わってません。第2形態、こいつは全く記憶になかったのでどこを攻めたらいいか分かりませんが、ゴーレムと同じ理論で機械でない場所を狙い破壊できました。今度こそ勝利です。
フォックスはどうにか爆発から逃れ、作戦完了。ファルコも今度ばかりは見直したぜ、僕。見直してくれましたとさ。エンディングです。最後はペパー将軍からスターフォックス一同称賛をいただき、彼らはまた宇宙のどこかへ飛び去っていきました。なんか出てきましたが、これにてクリアです。ラスボスは倒しました。パーフェクトクリアとは言ってません。ラスボスも実はまだ生きています。というかあれ偽物です。まだ行っていない星もあります。いろいろ後ほど話すと言いましたが、次回後編で話します。これは詐欺です。主もアンドルフに騙されたので許してください。では